皆さんこんにちは、スイコカワ太郎のゴム手です。はい、こちらね、ブリオッシュ編みのスヌード、やっとね編み上がってきました。このね、最後の段ね、閉じるために白の方の糸でね、裏表裏表裏っていう風になるように編んできましたので、これを今度は一目ゴム編み止め、因縁の一目ゴム編み止め でね、閉じていこうというふうに思っています。はい、まあ今年失敗したことは今年のうちに解決しておきたいなと思いまして、やっていこうと思っております。はい、で、糸端ね、この編み地の、まあ、2倍から 2.5 倍ぐらい、余裕持って 2.5 倍ぐらいの長さで切っております。では糸を通していきます。しっかりギュッてつまみます。で、そのまんまぺったんこにしたような状態でシュッてすると、もう針穴に通りますのでね、とじ針に毛糸を通すときはこういうようにやったら簡単に通ると思います。最初の目が裏目ですので、こちら側から向こうに針を入れて糸を引いてやります。はい、そして一つ手前のね、この表編みのこの目の、と合ってるのかな、この目のこちら側と、それから次の表編み、この2目目ですね、この表編みの手前側の糸をすくって糸を引きます。で、この今2目目のこのね、表編みの目に一つこういうね、輪っかを通しておいてやります。で、1番目の目が裏目ですので、裏目に滑り目方向で針を入れて、で、この2つ目の目の表目も落とします。で、この裏目には手前から向こうに向けて針を入れます。で、この輪っか輪っかを親指でこうやって押さえながら糸を引いてやります。で、この輪っかをまた上に引っ張り上げながらね、手前にある糸と、で、1目2目目の表目に針を入れます。そして輪っかを外して2目目の表目のところに移し替えますね。糸を引きます。で、裏目の1目目のこの裏目に針を滑り目方向で入れて、次の表目も同時に落とします。で、この輪っかは手前で親指で押さえておきながら、次の裏目ですね、裏目の手前側から向こう側に針を入れます。で、糸を引きます。輪っかを上に持ち上げると、こういうふうに目がこういうふうに見えますので、手前の糸と1本目、2本目、2本目のこの表目に滑り目方向で針を入れます。で、もうこの輪っかは取ってしまって、で、1つ目2つ目2つ目のこの表目、これが表目なんですけれども、表目に輪っかをかけます。はい、この繰り返しです。1つ目の裏目に滑り目方向で針を入れます。で、この1つ目2つ目、1つ目の裏目、2つ目の表目、2つとも針から落とします。で、輪っかは手前で親指で押さえておきながら、その次の1つ目、これが裏目ですね、裏目に手前から向こうに向かって針を入れます。で、今度この輪っかを上に引っ張り上げるようにすると、はい、こういうふうに表目の目が見えてきますので、手前側の糸と、この手前側の糸に
針をかけます。針を入れます。でその次の1つ目2つ目の表目に滑り目方向で針を入れます。輪っかを外して次の2目目の表目に輪っかを入れます。で針を通してこういうようにしていくと1目ゴム編み止め止まっていきます。こんな説明の仕方で分かりますでしょうかね。これね、背景の色と糸の色が合ってなかったですね。白は逆に白飛びしてしまって見えにくかったかもしれないですね。ちょっともう一回リベンジします。はい、今度はねちょっと明るい色、見えやすい色を使ってなんかちょっと工夫しないといけないですね。白は白地に白は見えにくかったな。いやこのね輪っか使うっていうアイディア良かったかなと思ったんですけどね。いやこれはね撮影技術の問題かなと思います。ちょっとずつ上達していこうと思うので気長に見ててください。あまりにも未熟で申し訳ない限りです。でですね、こんなんだけではね本当申し訳ないので、もう一つねちょっとしたライフハック、これからねお正月のおせち料理とか皆さん作られるかなと思うんですけれど、あ飛んじゃった、料理とか作られるかなと思うんですけれども、私ね高校生時代学生時代うどん屋さんでバイトしてたことがあるんですよね。でその時に教えていただいたライフハックがあるのでねお伝えしようかなと思うんですけれども、おせち料理にかまぼこ入れますよね。でかまぼこを板から上手に外すにはどうしたらいいのかっていうライフハックなんですけどね。皆さんかまぼこを板から外すときにもう普通にされてる方法としてどういうふうに伝えようかな、まあ、これが包丁だとするとこっちが包丁の刃だとしますよね。そうするとかまぼこ板とかまぼこの間に刃の方をこう入れてますよね。こうすると絶対ね板の方に身が残っちゃうんですよね。刃の方じゃなくって包丁の背の方をかまぼこ板にあてがってやってみてください。そうするとね綺麗に外れますので、うん、この方法は おすすめです。はい、でもう一つのライフハックとしてはね、かまぼこを切るときなんですけれども、皆さんかまぼこを切るのに普通にスパンスパンと刃を入れていらっしゃいますよね。そうするとかまぼこの切り口まっすぐ平らになりますけれども、おうどん屋さんの場合ね、おうどんにかまぼこを一切れ浮かしたりするだけでもちょっと華やかに見える方がいいっていうのがあってね。でその時にどういうふうに切ったらいいのかと言いますと、まあ、包丁としますよね。でかまぼこ切るときにまっすぐこう切っていくと普通にスパーンとした切り口になるんですけどね、この時に包丁の刃をこう動かしながら切ってみてください。こうまあ、ちょっと斜めに切ってもいいですよね。斜めに切ってもいいですしまっすぐでもいいんですけれども、包丁の刃を右左っていう風にこういう風にギザ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 と動かしながら切ってみてください。そうするとね切り口に波々ができるんですね。で意外とこう斜めにこうかまぼこを盛り付けた時にそのギザ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 がねちょっとしたことなんですけれど華やかに見えるんで、全部が全部そういう切り方しなくてもいいと思うんですけれども、いくつかでもねそういう風に切ってね盛り付けるとちょっと変わって見えていいかなと思います。皆さん今年はおせち料理作ったり、初詣に行かれたりされるんでしょうね。私はねまだ夢中なのでちょっとこれどう
ちゃうな、もうちょっとちっちゃい輪っかの方がいいかもしれないですね。おせち料理も、まあ、初詣も、ちょっと控えないとなっていう感じで、でもせっかくですのでね、年末年始何か美味しいものを作って食べようという気はあります。おばさんがね、美味しいお肉くださいましたので、今年はすき焼きかなとか思っています。去年はね、漁師さんをしている友達がね、鹿のお肉とイノシシのお肉とくださったので、それでイノシシのお肉のすき焼きをしたんですよね。そのお友達ね、お野菜も全部ね、綺麗に飾り切りしてね、ただお鍋に入れたらいいっていうような状態にして持ってきてくださったんですよ。本当ありがたかった。で、あの時ね、まだ父少し食べれる状態でしたのでね、一緒にお鍋囲んでちょっとだけね食べることできました。そっから後ですよね、年明けてから手術をして、そこから一気に悪くなっちゃったんですよね。手術自体はとても重核鏡手術というものでうまくいったんですけれど、その後のね、術後の回復がうまくいかなくって、傷口がね塞がらなかったんですよね。でその傷口を塞ぐための手術も何度も何度も繰り返してたんですけれど、1年以上ねそういう状態で飲食ができない状態になってましたので、やっぱり嚥下機能が落ちてたんでしょうね。最後誤嚥性肺炎で亡くなってしまいました。3月のね、母の誕生日、10日ぐらいの母の誕生日の時には、お寿司を買ってきてね、みんなでお寿司食べた時にも7貫ぐらい食べれましたしね。いや、そんなに食べて大丈夫って、消化できる、喉詰まらさないって思ってね、すごく心配したんですけれど、まあ本人美味しいって言って食べてくれてたのでね、すごくね嬉しかったですね。いい思い出になりました。で、今年の年末はね、もう父がいないんですよね。すごい人数減っちゃって、この4年間に我が家3人、いとこのところのねお嫁さんのお母様も入れたら4人亡くなってるんですよ。でも、まあ、しょうがないといえばしょうがない、そういう年になってきてるっていうのもあるんですけれど、いや本当に健康第一です。皆さんもね、お体何より、大事に、ね、1年間元気に元気に笑ってしっかり食べて過ごせるように祈っております。今日はこの後ね、年内最後のお墓参りに行ってこようと思います。お墓ピカピカに磨いてね、草とかもきれいにとって、いいお花備えてお線香をあげて帰ってこようと思います。最初まで戻ってきました。始末をしたら終わりになります。はい、できました。はい、あとはこう切ったところのね、糸の始末をしていこうと思います。これでね、紺色2玉、白色2玉使っています。こんな感じに出来上がりました。ちょっと斜め模様にねこんな風になりましたけど、これ一回水を通して形整えて干すとね、まっすぐになると思います。まあでも斜め模様でも悪くないなと思うんですけれども、まっすぐなるようにちょっと整えてね、でクリスマスプレゼントと思ってたんですけど、クリスマスにちょっと間に合わなかったので、まあお正月のプレゼントかなっていうふうに考えています。こう2つ折りにしたりね、2つ折りにして使ったり、ちょっとねクシュクシュっとして使ってもいいかな。で、で裏側もリバーシブルで使えますのでね、はい、いろんな使い方工夫して使ってもらえたら嬉しいなと思います。はい、では今日はここまでにしたいと思います。チャンネル登録の方どうぞ皆さんよろしくお願いします。では
また明日。